競売？思ってた以上に松葉銀行が素早く手続きして、早く立ち退けて、この家売り払うって。どうしよう、お父さん入院してるし、お母さんもつきっきりだし。え、それ持ち主に黙って売れんの？松葉は抵当権持ってるから、買い手さえ見つかれば。あ、ちょっとすいません。おばあちゃん、お茶入ったよ。あら、どうも、こんにちは。あ、こんにちは。白戸です。白戸。え？白戸です。白子。いや、白子じゃなくて白戸です。ちょっと待ってくださいね。あら、何これ？あ、それはあの松葉のやつで、もう捨てようと思ってたんですよ。まあ、猫。かわいいわね。あ、でもおばあちゃん、これあれですよ、あの猫もう大好きなの。あ、よかったらこれあげますよ。本当？うん、いいの？はい。わあ、かわいい、ありがとう。ほら、これね。相続保険の会は解散したとか？ほぼ全員和解により債権回収を図ってます。君は直接？いえ、関連の債権回収会社に。デリケートな問題なんで、松葉が矢面に立つのは得策ではないと思いまして。さすが抜け目ないね。マスコミがうるさいんでちょっと急いでます。うん、銀行にとって一番大切なのは預金額でも自己資本比率でもない信用。それがあるから公的資金を、いや税金を何兆円投入されても国民は黙っている。なくなったら終わりだよ。安心してください。松葉の信用を守るためバブルの遺産は葬り去ります。まあ君もいろいろ大変だろうから、一応本店からも人を出すことにした。人？不愉快かね。今日から私も頭取特命になりました。松葉銀行株？そう。まあこれからもね、ぼちぼち注文出してっから。はあ、しかし今お話を聞いたところでは桁が違いますよ、これまでとは。そりゃそうですよ、これが最後の勝負だもん。最後の？そう、最後で最大の勝負なんちゃって。これはもらってくわ。どうぞ。まあ一つね、よろしくね。あ、どうも。松葉銀行の決算書を調べたら、香港の儲けは飛び抜けてんね。そこでディーリングをやってたのが山崎。そう、山崎だ。その山崎は今でもディーリングをやってる。その山崎のアシスタントをやってるその子から何でもいいから情報を引き出せ。こっちから呼び出すんだ。敵は僕が相続保険になぜ関わってるか知りたくてしょうがない。松葉銀行を潰す計画、それが私の夏のディールだ。大きな勝負になるぞ。弱くなったね、マッキー。白黒つけるのは苦手でした。そうなの？やべやべ、もう一回。こんばんは。いやー、みんなは？小塚さんは照子さんのとこ、白戸くんは仕事。仕事？小塚さんいないんだ。
ノリマ。好きなんですよ、保坂さんが。私もだから誘われるの待ってたのかな。相続保険、被害者は全国で20万人。被害者、被害者と思っている人たちでしょ。そうです。中でも最も手強いとされていた桜台支店の相続保険の会をあっさり解散させた。ここが騒げば全国に飛び火しかねませんでしたから、さすがです。何が言いたいんです？相続保険ねえ、出ませんか？ここで、何、酔いを覚ますためにあの店を出たってことか。弱いの？お酒弱くないです。無理してマティーニなんて飲むからだ、何杯も。そっちがガブガブ飲むから。大丈夫、帰れますか？バカにしないでください。あたならいいや。え、あ、ちょっと何それ例えば乾杯しなかったね。よし、乾杯。乾杯。乾杯。あ、来た来た。小塚さん、いや、もういいからいいから、もう今日帰った方がいいよ。ちょっと大丈夫っす？あ、送ってこうか。平気です、ありがとうございました。大事なもの。え？大事なものを傷つけられたからね。小塚太平が相続保険の会に肩入れしているの、それ以外意味はない。だから探っても無駄だよ。お願いします。大事なもの？は
はい、それを傷つけられたとしか。小塚の身内が保険に入ってたってことか。よし、じゃあ血縁者を当たってみてくれ。あの、あと1件残ってるっていう相続保険の会のことは、その後の処理なら大丈夫。君は白戸を追っかけてればいい。任せてあるから、うちの外回りのスペシャリストに。異議申し立て？競売の異議申し立ての申請を裁判所に起こすんです。そうすれば家売られなくて済むって。でもあれって確か結構お金かかるんだよね。争う金額に応じてだから何百万か。父の退職金。でもこれで家が売られなければ。そっか。おじいちゃんとおばあちゃんが何とか残してくれた家なんで、何としても守りたい。ばあちゃんかわいそうに、すっかり責任感じちゃって最近元気ないんです。この上家がなくなったりなんかした。預金を差し押さえた？どういうことですか？あなたたちは何？松葉さんからお宅の債権回収の依頼を受けたものです。信用金庫の親さん名義の預金、松葉銀行が全部差し押さえたの。そんな。では失礼します。はい、小塚太平。知らない。あのご親戚にも。そうですか、すいませんでした。外してくれ、この仕事から。はい、正直もうきついんです。いいですよ。え、松葉を辞めるんならね。駐車場、いやアパートも帰って。そんなにやってるんですか。はい、白戸さん、この人たちが家売るって、この不動産屋に。あ、はじめまして、私あの松葉不動産の石川と申します。よろしゅう。いや、これで4000万円って安いですわ。もうええとこ紹介してくれやりましたな。でしょう。なんだあんた。なんだお前、人んちで何やってるんだよ。人の家じゃないよ。え、競売が済んだら木本さんに所有権はなくなる。何言ってんだよ。そういうわけで次に来るまでに引っ越しといてください。さんのところに。ちょっと待って。はい、あの僕留守番です。あ、そう。あ、これ食べてください。あ、いや、すいません、なんかいつも年寄りなもんでうまく剥けませんけど。いや、とんでもないですよ。うん、うまい。そう、うん、この家はもうダメなの？
ややこしいことになってるんでしょ。私とお父さんが騙されたばっかりに偉い息子たちに迷惑かけちゃって。いや何言ってんすか、誰も迷惑なんてかかってないですよ。でもこの家から離れたくないのよ。ここはねお父さんが生まれてずっと住んでいたとこなの。穂坂君も残業、人使い偉いね山崎さんは。ええ、よくやってるよあの人の下で。俺なんかさ今ぎゅうぎゅうに締められちゃって。すいません悪いんですけど鍵口は勘弁してもらえませんか。え、本人のいないところでこそこそ言うの好きじゃないんです。それに確かに山崎さんのやり方は多少強引なところがあるけど、あれだけの業務をこなしながら数字もちゃんと出すってなかなかできないことだと私は思ってます。少なくとも私は尊敬してます。それに仕事ですから。仕事なら仕事なら何してもいいのかな。失礼します。不動産の石川さんが買うんだからさ出てってくれ。もう荷物まとまったの。もう決まったんですか、ここの土地どう使うか。まあとりあえずパッと取り壊して更地にして、まあ、その後は駐車場にでもと思ってますんや。だから早く出てってよ。出ていかないんなら寝てる間に壊しちゃうよ。わかりました、出ていきます。おおきに、ありがとうございます。でもおふざけんなよ。何が下宿人だよ、俺の年上じゃねえか。浪人生活が長かったんだよ、20年も予備校行っちゃった。バカにしてんのかこら。でも僕短期賃借権つけちゃったよこの家に。何となると法律上は3年間はいられんだよね。次男です。三男です。私悪いですね、あのまだ2階にもいっ。失礼します。ありがとうございます。すいません皆さん。いいのいいのおばあちゃん、口でもしてってください。あ、ゆたま食べてます。ゆたま食べてます。ゆたまおいしい。そして誰もいなくなった。どうぞ見てください。まあいいんじゃないですか、こんな立派な家を残してやるんだ。借金ぐらい負担させてやればね。